セカンドリューク賞と村松って絶対逆だと思うんだけど、意図が気になるよな。これなんでだろう。来年田中美希也が出るとしても、二塁田中遊撃リュークでいいと思うし、セカンド村松賞とリュークが指標的にも断然良かったわけだから、わざわざ村松賞とに回してまで、リュークセカンドにこだわる理由が考えられないと思っちゃうんだよな。落合さんが洗い場変えてたし、阪神も中野セカンドにしたりしてたから、試してみてるって感じか？立浪監督やとなんとなくって感じがするのなんでやろな。これはボールをプレイしている時に、周囲を反らすためのテクニックや、抽選の結果やな。落合氏の洗い場入れ替えくらいの構想があるんやろうか？ないと思うけどな。幻のサード井端、ショート直道、セカンド荒木のシーズンを見たかったな。ダッツ、なんか落合やってたから、ようわからんけど真似してみようか。洗い場の時のような目の問題なんやろか。落合監督の荒木と井端のセカンドとショートの入れ替えの真似したのか？多分意図なんかないよ。立浪だから。カリステを来年ショートで考えてて、そのためのリュークのセカンド練習とか。ショートカリステをメインで使うので、何が何でもリュークを使いたい結果な気がしないでもない。来季はカリステをショートで考えてるから、そうなると立浪一押しのリュークを使えないから、セカンドで使おうぜって感じな気がする。田中美希也が戻ってきた時セカンド想定だと、ショートを残りで争うことになるからな。リュークセカンドにこだわってるてよりかは村松のショートを試してるんでは？ショートリュークが見たいのは同感なんやが。プロから見たら村松選手は遊撃手向きなんかもね。かたくなにリュークにセカンドやらせるのなんなん。リュークは肩が弱いからじゃないんかな。将来的にはサブ的な選手に落ち着くと思うわ。リュークの肩を見てのことかな。